めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。以前の動画でですね、ピアノに付着したタバコのヤニってどうやって取るのっていう話をさせていただきました。まあ動画の中ではゴシゴシこするしか仕方がないですねみたいな話をしたんですが、まあそれに対しての質問をいただきましたので、ここで動画でお答えしたいなと思います。質問いただきましたのは藤原さんからの質問です。ヤニで汚れたピアノは買取の査定に影響しますか、とのことです。これはですね、ぶっちゃけ言いますと、影響する場合と影響しない場合、この2種類あります。どっちやねんって話なんですけど、基本的にはね、影響すると思ってもらった方がいいと思うんです。ぶっちゃけ言いますと、我々が買取するときってそこすごい気にするんですよ。やっぱり次のお客様に買っていただかないといけないわけですので、やっぱりヤニがたくさんついてるようなピアノ、例えばタバコ臭いピアノっていうのは、正直売りにくいわけなんです。でそれを、次売るためにどうしたらいいかってやっぱゴシゴシこするしか仕方がないわけなんですが、できたらそういう労力は割きたくないわけなんですよね。だから我々が買い取りをする場合はちょっとやっぱり気にはします。ただですね、いわゆるその中古ピアノをたくさん買ってはる業者さん、テレビの宣伝とかもされてますよね。ああいうところは実はそういうタバコのヤニがどうですかっていうのは聞かないんです。なのでそういうところに売っちゃったりするときには多分問題ないかなと思います。ただなんか思ってるよりめっちゃ臭うとかね、そういう時はもしかしたら、例えば査定が10万円でしたっていうのが5万円に下がるっていうのはありえるかもしれません。これは本当に、会社ごとの考え方なので何とも言えない部分はありますが、どっちかっていうと査定が下がることはあっても上がることはないと思っていただくのは確実かなと思います。目には見えないんですけども、結局汚れてることには違いがありませんので、全然影響はないってことはないかなと。本当ちょっとふわっとしたお答えでしかないのが申し訳ないんですが、それぐらいの風に考えていただければいいかなと思いますし、もしそういういわゆる大手さんに売却される予定があるのであれば、先にちょっとヤニがついてて臭いかもしれませんよっていうのは言っといてあげた方がいいかもしれません。そういう風にするとこっから査定は下がらないところのラインは言っていただけると思いますので、そういう風な事前の対策っていうのはね、しといてもいいかなと思います。参考にしていただければと思います。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、メールマガジンの登録、 LINE の登録、この3点セットでぜひぜひよろしくお願いいたします。それと今日の動画のネタもですね、もともとこの動画の下のコメント欄にいただいた質問が元になっております。こうやって質問いただけると我々モチベーションめっちゃ上がるんですよね。次これに答えなあかんと思えるんで、ぜひじゃんじゃんこの動画に関係ない、全く関係ないことでも全然結構ですので、ぜひぜひ、コメント書いていただけると嬉しいです。というわけで次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。